いけた。よいしょ。20分からにいけたな。ちょっと遅れちゃったんやけど、ごめんなさい。まさひさんこんばんは。おはようございます。おはようございます。おいちゃん少ししか見られないけど来たよ。ありがとう。明日もあんまりできへんから、あんまりっていうか7時半ぐらいからになっちゃうのでごめんなさい。ちょっと頑張ります。長健さんこんばんは。配信待ってました。ありがとう。こんばんは。6時からの6時15から6時半になって21分のね。そうそう、ごめんな。ごめんな、ほんまにいっぱい変わってしまって申し訳ない。今日何日？16か。そう、申し訳ないです。本当にごめんなさい。皆さん今日10時までノンストップ配信しようかなとかも迷っちゃってて、どういたそう。どういたそう。一回休憩する。どっちがいいかな。18時15からステボシ、まあいいやって。ピース。みよみよさんやっほー。ゆうちゃんもやっほー。配信待ってました。ごめんなさい、遅れました。冬田さんこんばんは。やっほー、昨日ぶり。お、りゅういちさんこんばんは。ウィンディーボーイさんもこんばんは。おいしろいもんさんも、おいしちゃんこんばんは。ってこんばんは。ノンストップは更新いるけどって。更新って何。本日もおいしちゃんもいる。毎度あり。みやっちさん。わー、突然始まった。そうなん、ごめんね。さ寂しかったよって。ほんま。お世辞じゃなくてほんまかな。なんか差が多いけど。どうしよう。ノンストップ配信にするか、一旦休憩をちょこっと挟むか。あ、わかった。19時45分までして、8時から始めようかな。アイス食べながら見た。おお、いいじゃないですか。聞いて、じゃがりこ買ったんじゃ、梅の今日食べた。もぐもぐタイムは今ね、ダイエット中なのでもぐもぐタイムはなしですね。もぐもぐタイムな。おおしちゃんってやっほー。みやちさん、りょういちさん、ありがとう。今日もおおしちゃん見れてよかったって。ありがとう、こんなことを言うてくださって。毎日は配信するよ。ちょっとね、明日もね、7時半からしか無理で、やべえやべえ。寒天の日？今日寒天の日？梅のなかなか見つからない。そう、ご飯は食べない。食べないね。お昼食べたよ。お昼だけ食べた。失礼。お昼はサラダチキンとおにぎり食べた。あとシュークリーム食べちゃった。でもね、今日はね、朝あのウォーキングしてきた。ウォーキングと何やったっけ、ジョギングしてきた。おほしちゃん、俺のニックネーム大ちゃんですが、おほしちゃんも読んでええし、タメ口でコメント返してええよって。ありがとう。大ちゃん、大ちゃんって言うん。みやっちさんじゃなくて大ちゃんって言うん。大ちゃんって言うわ。じゃあ覚えれるかな。でもみやっちさん、大ちゃんな。オッケーオッケー、忘れとった、ごめん。喉大丈夫かいって。ありがとう、大丈夫。まあ、でも結構マシになってきたんですよね。マシにはなった。なんか痛くはない。もう今日めっちゃ寒かったって。今日寒かったな。寒かったよね。なんか土日あったかくなるらしいけどさ、そうしたらもうこっちまた花粉になってまうよな。わあ、ジトクさん、ピースってピース。これはね、ちょっと治りそうにないね。最終日、あさってカラオケできればいいなって思っとったんですけど、下の名前が大輝だから岡田奈々ちゃんや推しから言われている。あ、大ちゃんって。へえ、大輝って言うの。じゃあ大ちゃんって言うわ、覚える。宮地さん、大ちゃんな。いくごさん、お腹すいたって。いくごさん、ありがとう。いくごぴょぴょさん。ぴょぴょ
ノンストップで配信する場合は1時間したら一旦切って5分後に始めればいいよ。あ、そうなん。なるほどね。俺の心を許した人にしか許可してません。わ、嬉しい。じゃあ心を許された人ってことでいいですか？ありがとう。大ちゃん、晴れのち雨やけど土曜日は。え、嘘。晴れのち雨なんじゃ。日曜日は？日曜日も雨？夜？日曜日の夜か雨なん？ということは午前。当たり前やん。うわ、ありがとう。大ちゃんね、ちょっと覚えるかな。不安。頑張るわ。わあ、ともあきさんこんばんは、ありがとうございます。更新したらポイントめっちゃ貯まるよって。えー、そうなんや。俺の名前も俺が惚れたにしたにしか言いません。おお。嬉しい、惚れてくれたってことで。ありがとう。もうあと少しだからファイトって。ありがとう、頑張ります。あとね、みんな3日よ、今日入れて。今日入れんかったらあと2日。ガチエビじゃないから切るより閲覧人数増やして上の方に表示させる方がいいと思われる。どっちがいいんだろうな、ほんまに。名前教えるの遅くなったけど心開くの遅くなってしってすまん、すみませんって。いやいやいや、全然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 、ありがとう。いえいえ、嬉しいですね。確かに結構前からいたね、ミヤッチさん。あ、大ちゃん。ありがとう。ほんまにごめんな、ちょっと遅れちゃったんやけど。しかも明日も7時半からしかできないのでちょっと汗汗なんですけど頑張ります。土曜日は6時か6時半までかな、最後まではできんくて申し訳ない。でも朝から朝の9時からするので、俺の下の本名を教えるとかなかなかレアですよ、やって。ありがとう、教えてくれて。そうなのねって。そうなのよ、そうなの、そうなの。あー、マジでちょっとな。土曜日は朝の配信なら見れるって。朝しますよ、もちろん。土曜日は朝からしてるけど6時か6時半で終わっちゃう。うわー、みんなあとちょっとや、あとちょっと、あとちょっと、マジであとちょっとよ。やばくない？もう最終日が見えてきた。ほんまにね、やばいよね。最終日見えてきたよ。もう全然見えてる。あと3日、あと3日やって、とうとう3本の指になってしまった。こんばんは、きお兄さん、こんばんは。やっほー、ありがとう、来てくれて。ほんまに。フラペチーノさん、お腹すいたねって、フラペチーノさん。やっほー、いつも挨拶だけしに来てくれる。ありがとう。ありがとうございます。昨日、話盛り上がっとったままさ、終わっちゃったけん。最後まで頑張ろうって、ありがとう、頑張る。頑張るよ。あと3日やから、マジでマジでやばくない、ほんまに。赤ガエルさん、こんばんは。はじめましてかな、はじめまして。お腹すいたねって。50カウント完了、ありがとう、アンディタンさん。ありがとうございます。昨日ちょっと話が盛り上がってた中ちょっと終わってしまったので、ちょっとあれなんですけど、明日は7時半から22時までの配信にしたいと思います。おじちゃん受かると信じているからねって。そうですね、頑張ります。ちょっと
ちょっとねショールームもねだん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 落ちてきちゃったので、ちょっとこれ今から頑張ろうと思います。いやマジでちょっとね歌歌えんっていうことがねちょっと自分の中で、あー声がな枯れてるからな。俺がおほしちゃんのルームに初日からいてるとかよく覚えてるな。え、だってみやっちさん結構最初の方で名前読んだもん。コメントしてくれたけんありがとう。長く長く見てくれて嬉しいよ。昨夜は星回収時に寝落ちしましたって。お、お話何々よ。え、覚えてない。ファイトってりょうたさんありがとう。おいちゃんすごい記憶力、記憶だな。え、そういうところに。え、でもなんか記憶力すごいって言われるけど全然よ、惚れるんだなって。ありがとうありがとうありがとう。記憶力いいんかな、結構まあ覚えてるけど適当には読んでないよ。コメントとかは適当には読んでないので、うん、覚えてるな、結構覚えてる、うん覚えてるな。岡田奈々ちゃんもかなりすごい記憶力すごいよ。多分すごいちゃんと受け答えをしようって思ってしてるんだ、だと思う。多分分からんけど、でしたら結構覚えれるよ。昨日は魔術科学園の話題で盛り上がったね。そう、しかも盛り上がっとったなんかあと5分とかなっちゃったけんさ、申し訳ない。魔術科学園めっちゃ好きなんよ、めっちゃ好きよっていうかめっちゃ見よったっていう話をさしよって、なんか熱ねとかめっちゃ懐かしい話題が出てきてたのに。まさやさんお腹すいたってまた来ましたって、ありがとう、いつも挨拶。2,3 年ぶりに握手会来た人も岡田奈々ちゃん覚えてるもん。 2,3 年ぶりはすごいな、嬉しいんちゃん 2,3 年ぶりとか 2,3 年ぶりに握手会来たら嬉しいって感じや。 2,3 年ぶりはすごいな、覚えれるかなこっち 2,3 年ぶりは。いやでも覚えるかな、いやどうだろう、わかんない。後半はねショールームがどこまで反映されるかだけど、お星ちゃんなら大丈夫だよって、ありがとうゆうたさん。ありがとう、嬉しいよ。いやもうそうですよね、どこまで反映されるかわからんけど、まあ自分らしく頑張ろうって思います。最後まで自分らしく頑張るんが一番だよね。いやほんまにみんなショールーム上手いけんさ頑張ろうって思うやけど、話すの難しすぎてもうどうしていいかわかんない。だけちょっと自分らしく頑張ろうと思います。武藤友も握手会神尾対応ですよ、京都の人だと言われます。京都の人だと言われます。まさやさん、武藤友さん、武藤友さん、武藤友さんもねこっち行っとき好き、すごなんか好きだったのすごく。チーム K の人がこっち基本的に好きなんかな、なんか分からんけど、武藤友さんもね行っときね気になってたメンバー、いやこっち気になってるメンバー多いんやけど気になってた。京都の人、京都行きたいな、京都行きたいかも。おいちゃんならやれればできるよって、ありがとう嬉しい。いやーマジで自分らしくね頑張ってきます。もうこんな声なんですけど、こんな声なので早く治ることを願います。こんばんは、森尾さん、こんばんは。大阪の握手会しか行けないから、たまにしか会わないから、それでもすぐに認知されましたよって。おおマジすごい。 NAB9 期の時は結構ショールーム会でも合格してたねって、
まあ NMB さんともしかしたらちょっと違うかもしれんって思いながら自分はやってるつもり。まあ、わからんよ。わからんけど。コロワンさんこんばんは。ヤッホー、昨日ぶり。ミミフィーさんこんばんは。合格したら課外活動ユニットどこに入りたいかある。え、それな、言われるんよ。結構、でも入りたいやつ多すぎて。どうしようみたいな。スタジオと、勝手に四国観光大使かな。二つ。もう、絞って二つ。いや、うん。これかも。この二つかも。クリントンさんこんばんは。こんばんは。毎日アイドルテロップ出た。ああ、そうなんよ。出てるだろ。16日目かな。毎日してるよ、一応。ヌヌスクさん、ヤッホー。今日もお疲れ様。お疲れ様。お疲れ様だよ。皆さんもお疲れ様です、お仕事、学校。ショールームイベントの上位ずっと維持してるのはすごいことって。いやいやいや、もう、ちょっと、あの、もう、自分の実力不足でね、ちょっと、落ちてきてしまったので、皆さん、本当にごめんなさい。ファンの人と顔と名前すぐに覚えますか？でも名前は結構覚えてるってみんなに言われるから、覚えれると思う。スタジオに入ってほしいね。入ってほしい？おいちゃん好きピ。ありがとう。ありがとう。毎日アイドル15日やな。あれ ?15 日？嘘。あれ今日何日？いや、今日で16日目かな。多分。わからん。でもね、毎日配信してるよ。一回もせんかった日ない。初日からずっとしてる。30分、1時間はしてるかもしれん。30分、うん、そう、1時間、30分とかの時あったかもしれんけど。覚えられてるって。まさやさん覚えてますよ。歌声早く聞きたいんですけど、どんな歌声なんですか、楽しみにしてますって。いや、もう全然下手くそなんで、マジで。明日で16日やで。明日で16日か。おいちゃんの配信は一番癒されますって。ありがとう。みんな癒されるって言うを結構言ってくださる。うん、ごめんね。ちょっとあんまり、なんていうの、楽しいとか、ちょっと一人で盛り上げるの難しい。おいちゃんの配信は一番ありがとうね。毎枠 STU に加入したいと叫べば拾ってくれるかも。STU に加入したいです。STU に加入したいです。 STU に加入したいです。 STU 加入したいです。もう連呼してましょうか、ずっと。こんなこと失礼かもしれませんが、合否とか当日わかるの？合否は当日審査のってことかな。審査の当日やけど、当日だと思う。ん？うん、その試験の、その試験のやつ。こんばんは、久しぶりですって。久しぶりです。え、久しぶり、ほんまに久しぶりや。7848会えた。ほんまさんは久しぶり。ほんまに久しぶりですね。何してたんですか？犬の散歩ですか？お仕事忙しかったんかな。ゆきさんこんばんは。あまちゃんもこんばんは。このゆったり感がいいのよ。いいか、マジ。仕事は帰宅。お、お疲れ様です。あまちゃんさん、オーピースさん久しぶりですって。昨日ぶりです。初見ですって。初見なんですか？なんかこっちは見たことある気がしてたんですけど。おじちゃんの声だいぶ良くなってきて、ん？なってきてと思うけど、まだ気を抜かないで治療してねって。そう、頑張る。確かにおほし、おほさん初めて言われた。おほさんの配信は心癒される。ほんまに嬉しい。こんばんは、お風呂入ってくるからまた夜来るねって。ありがとう。おほしちゃん、まるで中学校高校の受験生と同じくらい受験勉強ならぬ受験配信大変だなって。そう、なんかさ、これな、ショールームって一人で話しちゃうけん結構寂しいよ。これ結構寂しくて、早くね、みんなとね、あの、ちゃんと話せるように頑張ってメンバーになって頑張ります。これ結構悲しいけんさ、ショールームで一人でずっと喋るよ。マジでね、誰喋りたい、おしゃべりしたい、ちゃんと。ピースさん、今日は初見で、今日は確かに初見や、今日は初見。
俺が受験生の神様ならおふちゃんを合格させて通してあげたい。嬉しい。もうその言葉が本当に嬉しい。足千葉さんありがとう、バイトって。ありがとう。犬の散歩は終わってますよ。最近何かと超多忙で来れませんでした。なるほどね、忙しかったんや。お疲れ様です。多分ほんまにみんなお仕事忙しいけど、なんかほんまにありがとうございます。もうちょっとでも見に来てくれて、もうみんな休憩時間とかに見てくれよう人もおるけさ、嬉しいです。東大に入学するより STU48 の大学の方が簡単でしょう。んー、どうなんだろう。そうなんかな。そっか、そうなんかな。東大って倍率どんなんやったっけ、分からんけど。明日も初見でした。確かに明日も明後日も初見入学か。いやいや、もう全然ねあれなので。ひろえもんさんファイト、ありがとう。ひろえもんさん、あさっても初見です。確かに、しあさっても、しあさってはもうないもうないな、もうなかったわ、あさってまでやけど。ウィンディボーイさん1号ありがとう、嬉しい。インディボーイさんありがとうございます。こんばんは、お邪魔します。今日も可愛いね、ありがとう。水曜日から5連休と休みだから、おほしちゃん相手してあげるよって。水曜日から、昨日からってこと？マジ5連休いいじゃないですか。もう全然楽しんでね、5連休ありがとう。徳島に行くなら一番何々いい、なんだなんだ、星になってるわ。どういたしましてて、ありがとう。今回は絶対合格するんですよって、ありがとう。いや、7848応援隊さんはね、今回3回目やけんさ、応援してくれよ。ごめんなって思う、ほんまに1年半も待たせてるから。みんな8期の時から応援してきて、しててくれた人はありがとう。俺がアイドルの経験者なら受験勉強教えてあげられるのになって。いやー、アイドルの受験勉強が一番難しいって思う。でもある意味どの大学よりかも難易度高めですからね。それな、なんて言うんだろう、正解がないけんさ、そう、正解がない分ほんまに難しい。観光するなら、あ、観光するなら、かずら橋かな、一番あれかも。かずら橋か宇津市ようか、あー、これか、あれ、大塚国際美術館。今日はツイートするの少し遅くなったって。僕全然大丈夫、ほんなほんなんとか言ってもありがとう、毎日ツイートしてくれて。昨日のツイートは見た、昨日のツイート見たよ、見たよ。ツイートはね、毎日チェックしてますよ。お、渋谷の団長さん、やっほー、お腹すいたって、めっちゃお腹すいた、自分も。でもダイエット頑張りたいので食べません食べないんですけど、お腹すいた。今日多分お家は酢豚してる。ツイートしてなくてすんませんやって。いえいえ、もう全然全然もう時間が空いてたらで全然大丈夫ですよ。いや、みんな絶対忙しいと思うので、ほんまにお仕事とかもあると思うし。お、ケンジさんじゃないですか。こんばんは。アイコン変わってるね変わっちゃってるじゃん。ダンスのレッスンとかしてるの？ダンスね、習ってるけんレッスンしてますね。スタジオでね、習ってるダンスはだけんレッスンしてますよ。おうちゃんさ、 DD オタクの俺に対して一番がいいとか嫉妬心とかやきもちとかないんだねってえ、嫉妬とかやきもちはねないけど、まあ、一番だったら嬉しいよっていう一番だったら嬉しいよっていう感じ。これはね、一番に押してくれるのももちろん嬉しい、めちゃくちゃ。二番とかだったら、あ、ちょっと悲しいけど、まあ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 一番になれるように自分が頑張るよっていう気持ち。本心は NMB で会いたかったけど、徳島県なんで STU で勝手に四国とかで会えたら嬉しい。でも勝手に四国入ってってね言ってくれる方本当に多いので、なんかどういう感じで決めるか分かんないんですけど入りたいなって思ってます。
あ、おえちゃんの誕生日も3ヶ月切っちゃう。あ、そうや、確かに昨日です。あと3ヶ月ってことになりましたってことになりました。あと3ヶ月だわ、こっちの誕生日。やばくない？もう19なんやけどやばい。食べない何々はあまりおすすめできないです。何々しやすい体になるから。リバウンド。いやでもね、今大事な期間やけんマジで食べんくて痩せるじゃないですか。それをマジで維持するんがいいよね。でもね、運動もしてるんよ。で今日のお昼食べたけん、普通に3期生のお披露目とかいつだろうね。みんな結構な予想してるんですけどね、みんな予想してるよね。結構7月のいつ何々じゃないかとか、6月の何々じゃないかとか予想してるんやけど、なんだろうね。合格して徳島ラーメンカツ店地下を谷口ん？なんだとアピールしまくりましょう。谷口先輩かな分からんけど、そう、フィッシュカツ福島ラーメンはね、アピールしたいね。食べたいしな、自分が文字化けですか。文字化けしちゃってるわマルズさんこんばんは。やほー、マルズさん、おうちゃんを舞台上で見る日が待ち遠しいですねって。待っててください、待っててください。もうこっちもみんなに見せたい、ほんまに。舞台で立ってる姿をみんなに見てもらいたいなって、本当にマジで思ってる、ほんまに思ってるいや今日も可愛い、ありがとうしっかり食べて運動がベストかも確かし確かに運動ね。方言あまりないね。あ、今まだ出てないかな。今確かにまだ出てないかも。何々やけんとかほなけんとか言うかも。まあ聞きよったらね、方言結構出てきますよおえちゃんさ、 ST48 合格したらお星のようにキラキラ輝いてるよって。ありがとう。輝いてるかな。輝けるように頑張る。輝けるように頑張ります。お星ちゃんやけんな、なんて言ったってお星ちゃん燃えてるお星ちゃんはかっこいいって。頑張るよ。いやもうマジでマジで受かりたい。お星ちゃんが夢の舞台に立つのを切に願います願うしかないですよね、本当に。3期生の最終オーディションも CS とかで放送されるかな。え、分からん。え、緊張しちゃうでも受からんかった場合モザイクかかりますよね、あれって。おじちゃん、そうですね、頑張ります。本当にマジでほんまにこんなんやけど、こんなんやけどっていうか、みんなからどう見えてるか分かんないけど、マジでね、なりたいっていう気持ちは絶対にも負けないと思ってます。マジでほんまに、それはもうほんまに感じで。おほしちゃんだけだよって。あ、3期オーディションではおほしちゃんだけだよっていうことで、それで今は全然十分。ありがとう、嬉しいです。押してください皆さん。うわー、ちょっとね、明日も7時半からしかできんけんさ、マジで追いつかれちゃう。もう抜かれるのは嫌よね。頑張るわ。後半はね、ほなきゃもう猫耳します猫耳配信します。もう最後やし、いっぱいしとくわ、いろいろいっぱいしときます最後なんで猫耳配信してくださいって声いっぱいあったので猫耳をします。なので皆さん20時からの枠はぜひ見に来てください
お願いします。どちらかというと犬っぽい。犬っぽい？うっそ。顔がってこと？性格が？顔が？顔犬っぽい？うち怠け者って言われるよな、めちゃくちゃ顔。怠け者に似てるって言われる。猫耳とはいいこと聞いた。いいこと聞いた？アップルさん。お、ヒロさんこんばんは。やっほー。了解、ツイートしておきますよって。ありがとう、ひろえもんさん、いつもありがとうございます。すごいツイッターもいっぱい投稿してくれて本当にありがとう。皆さんよければ、もう残り3日なんですけど、ツイッターでね、拡散お願いします。最後の期間ということで、瀬戸口にお星様とハッシュタグ STU48 第3期生オーディションで全部見に行ってます。お願いします。よろしければ、お時間空いてる方とかいたら、ありがとうございます。フォローお願いします。皆さんフォローも、あと3人だったっけ、3人2人とかで700人いくので、ぜひフォローも、こちらここのね、ハートがまだ知らぬ人とかいたらぜひ赤にしてください。みんなここのハート赤になってる？まだ知らぬ人は赤にしちゃおう。やばい、ほんまに。ショールーム配信 STU のスタッフ運営さんが参考に見てるんだろうねって。そうなけん、運営さん STU になりたいです。おいちゃん赤になってるよ。赤になっとる？ほんま？赤に決まっとるやんって。ほんまか、嬉しいな。嬉しいな。お、しおりんさんこんばんは。やっほー、ラーメン食べたいな。絵文字見て思った、SNS 関連はおじちゃん推しでなかったら覚えなかったと思うよって。うっそー、よかったよ。じゃあツイッターはね、まあ、便利なとこもあるから、なんかまあいい使い方をしてください。めっちゃ濃いのピンクやで。あ、濃いピンク、濃いピンクなってる。あ、鼻が終わってるわ今日。昨日スクショタイムなかったけん、何もみんなあげるもんなかったやろ。なかったやろ。以前よりフォロワーもかなり増えてるし、いい感じなんでは。いやいや全然、もうと自分のせいでね、順位もちょっと下がっちゃったので申し訳ない。本当にやっぱりお星ちゃんの笑顔は疲れが飛んでいき癒されるよって。ありがとう。今メイクしてる？しとるよ。眉毛とアイラインとリップしてる。あ、今日アイメイクしたかな。今日だけ、いつもしてないんやけど、今日だけねシャドウ塗ったんよ、ちょっとだけ。めっちゃ薄くやけど、わからんだろう。もうマジでうっすらしかしてない。あれか、アリちゃんとマリハと同い年なんやな、今さら。そうよ、そうなんよ、同い年なんですよ。もいちゃんこんばんは、今日も可愛いよって。ありがとう、カリさん、カリさんありがとう。順位は気にしなくても大丈夫かと。大注目ですよ、大注目してくれてるみんな、嬉しいね。まあね、確かに、まあ、こっちはでも楽しむことを目標に配信してます。うん、ナチュラルがいいねって。そうしてない、あのね、なんか自分な
眉毛とさ目のさ距離が近くてめちゃくちゃ、ほなけんなんかアイメイクしたらさ眉毛とな繋がるんよな目が繋がるけんさアイメイクせんのよな普段だけ、あんまり濃いメイクせんな。眉毛ないけん目尻、じゃあ眉尻、眉尻に眉毛ないけん眉毛描いてアイライン引いてリップ塗ってるだけ。いつも昨日のツイートはオンライブでスクショしてるからさ勝手にって、あよかったスクショタイムがなくても大丈夫。いやスクショタイムなかったら事故っちゃってるからな。でももうなんかみんななんでさあんなさふとさなんか他のさ配信者さんとかめっちゃ可愛いのにさ、なんでこっちもうねあんななんかもうふとした時もう判明とかしなくても可愛いからいいよ、ありがとう嬉しい。でもほんまにな高2まで、今高3なんですけど高2の夏まではねすっぴんで行ってたよ学校。半目になってなかつやろ、えやばい鼻、半目になってなかったやろって。半目確かにまあ少ないかも、なんかな、なんかなんかうんそう少ない、確かに少ないでもなんかたまにある。誰だったっけな、誰かが載せてたよな、おいちゃん相当可愛いし、ほんま？カリさんほんま？ありがとうございます。ありがとう。いやいやもうなんかね、ほんまにもうみんなが可愛いんで、皆さん可愛いのでね頑張ります。頑張るわ。もうマジでダイエット全然やばい。みんな細いだろうしさ絶対に。頑張ります。喉の調子大丈夫って、大丈夫、なんか鼻かも今どっちかで言ったら。いやでも咳少なくなったことない、咳なくなったよな、だけど喉ないよなやっぱり、鼻声、鼻がまだやけん鼻声ない。これまで20回落とす運営が分かりませんやっていやいやいや魅力みたいなのが多分自分になかったんだと思う。怒られそうなスクショは自主規制してますよ。嘘、ありがとう、可愛いの載せてねみんなおいちゃんがいっちゃん可愛いよ、ありがとう、ありがとうございます。嬉しいね、ゆうとさんお腹すいた、ゆうとさんやっほー、またまた来てくれてありがとう、伸びしろがあればよきです、今はありますね魅力の塊。ほんま？いやーやっぱりさオーディションってな難しいけんさ、あのもう 2,3 分でさ自分の魅力を出すってすんごく難しいんですよ。しかも自分ほんまに自己アピールみたいなのが苦手で、素とかをなんて言うんだろう、自分のなんてそういうの出せんからさ大変。オンライブでのスクショが判明率高いので、確かし、ハメはネタに保存してますよ。やめてください。ネタ用として。よいしょ。よそ見してたら醤油こぼした。おいちゃんの魅力のせい。なんだ俺。なんだそれ。大丈夫？醤油はついちゃったら落ちないからね。オンライブは横に動くけ。オンライブってどういうこと？オンライブってあれってこと？この状態ってことか。自分をプレゼンする練習はした方がいいかも。いやーほんまに難しい。マジで。尾関里香さん。じゃあ尾崎セリカさん。25回くらい落ちて、今は選抜メンバーです。そうよ、そうですよね。すごいよね。頑張ります。どうなるか分からんもんな、だってほんまにどうなるか分からんけん、まあでも自分は本当に受かりたーい受かりたいよめちゃくちゃ受かりたい、本当に受かりたい。
うん、受かりたいって気持ちが伝わればいいなって思います。分からんけど、もう自分らしくいきます。楽しむ楽しむ楽しむが一番かなって思ってきたんよ最近。何回も何回もオーディション受けて。オランドさん、こんばんは。あと2日だね、大丈夫だよって。頑張る、受かってって。受かる。頑張る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 。トップのところから下にスクロールしたら、ハッシュタグオンラインでいろんなメンバー見れるけ。トップの下から下にスクロールしたから、ハッシュタグオンライブ。審査する側は自己アピールと言いながら、実は自己プレゼンを見てると思います。おお、なるほどね。どうなんだろう、もう分からんけんな。なんかめちゃくちゃ自己アピールした人でもさ、落ちてたりするけんさ、なんかどうなるか分からんなと思います。運もあるんだし、運出すとか言って運もある、運もあるんだと思います。ああ、諦めない心がチャンスの順番来ていると思います。いやそうですよね。いや、今まで落ちてきたのは STU の3期生に入るためだったんじゃって言いたい。だからサーヤの配信オンライブでたまにで見ている、たまにスクショもできるって。なるほど、オンライブヤッホーって。キャスさんヤッホー、ありがとう、今日も来てくれて。うん、カリさん、うんってな。そう、そうやって思っとこう。今まで落ちてきたんは STU の3期生に入るためだったよって言いたい。言いたい言いたい、ほんまに言いたい。徳島メンバーは絶対欲しいはずないよ。そうないよ、やっぱりなんか何やったっけ、 STU さんやけん、まあ、徳島も拠点に入ってるから、うん、活動拠点に入ってるから頑張りたいね。お、 What's your name? Can I follow you days? ニッシーさん。My name is おほしちゃん。 Can、 ん、 Yes I can って言っていい？Yes, I can. 分からんけど、ごめん、分からん。あざとかわいいと、もしオーディションで言われた人いたら、そういうプレゼンを実はその人がしているからです。オーディションで言われた人がいたら、そういうプレゼンを実はその人がしている。なるほどね。四国女子はぜひ STU に入ってほしい。頑張る。何々感覚で見守るからねって。なんだ何だ、なんだなんだ。イモーステレビ見とるけん早く出てねって。いや、イモースこっちもさ見たいんだよ。見たいけどなんか見れん。なんか入らなあかんよな、会員に。見れないんだよ、さすがに。そこらへんはな、ちょっとまだ親に聞かな、わからんけん。だけんもイモースももう見る側じゃなくて出る側から最初しようということで。もう頑張って受かります。ほな、けんも全部配信してる他の受験生で徳島県いました。いますよ、徳島県いるんですよ。 Thank you, nice to meet you, nice to meet you too. 運は諦めず努力し続けた人がつかむものだと思います。こっちもそうやって思ってます。こっちもそうやって思ってます、ほんまに。いや、努力は必ず報われるってことはあると思うんですけど、もうそうであってほしいよね、本当に。もうすごく努力した人が成功する人生であってほしいって思うけど、まあ、現実はそんなうまくいかないよねって多分何年も経験してる皆さんも分かると思うけど、本当にもうめちゃくちゃ思う。合格したら親が絶対テレビ見れるように契約する、すると思う。合格したらな、すると思うよ。実は審査側が一番見てるところです、高3校まで。ありがとう。
諦めないで。まやみきさん、おほいちゃんの長所は何？え、おほいちゃんの長所は自分が好きなことには最後まで諦めずに取り組むところだと思います。はい、自分が好きなことは、それが苦手であっても得意だったとしても、それを最後まで諦めずにやり遂げるところかな。6畳以上あるルームから見つけたんだから自信持って審査に臨もう。そうよな、そう、それをもうこっちは思ってます。だって60ルームもある中で、このおほしちゃんルーム、おほしちゃんルームというかおほしちゃんのルームを見に来てるってことやもんね。だけそれは本当にそう、ありがとう。色っぽさあるよね。ある？あれ？こんなん初めて言われた。短所は、短所人見知り。高い座さんお腹すいたって、やっほー。あとはね、こう一途になっちゃう。なんか自分が決めたことにはこうって一途になっちゃう。ほなきゃあんまり周りが見えてない。失礼いたしました。周りがね見えてないところもあるかもしれないから、最近はねちゃんと見てるよ。けどやっぱりたまにそういう、てか空気読めない。いや、それが一番の短所かもしれん。空気読めんのよな、マジで。なんかね、明るくしようっていう、なんかなんていう、周りの人を明るくしようっていう、なんていうあれがあるけんさ、なんかもしそこのなんか、まあ、例えばズーンってなんかあっちの方で沈んどる人がおったら、もう明るくしてしようって思うけんさ、自分はなんか明るく突っ込んでいくわけだけど、そうしたらやっぱり空気悪いって、空気悪いじゃない、空気場違いってなっちゃうけん、そういうところがちょっと短所かな。空気読めないだけん、空気読めんって言われたことあるけど、それがいいとこでもあるよって言われたことある。でも空気読んでって言われる時もあるよね。思っても口だけ言い訳だけの人たくさん見てきて、おふちゃんのシーン、心意気伝わる。ありがとう、嬉しい。フォロワー700人達成おめでとう。嘘、え、来た、あ、すごい、ありがとうございます。怒ったら怖いタイプですか？え、怒ったらこっち多分黙っちゃうな。何も言わんかも。何も言わんとその場にいなくなる。それは優しさですって、いいとこ、ありがとう。長所短所は見る立場変わったらひっくり返ることもあるよって。優しすぎるんだね。いや全然、なんかな、なんて言うんだろう、自分がね結構さ沈んどるさ状況がさ結構苦手なんよ。だけなんか自分がこう話とか切り出したら切り出すんやけど、でもそれをまあよく思わない人もいるから、まあなんか難しいよ。空気読めんのよな、ほんまに。でも KY っていうやつよ、これが。合格したら大変なこともあると思うけど、メンタル大丈夫かな。え、こっちメンタルは強いんですよ、実はメンタル強いと思っとる。あっしー千葉さんいいねって、ありがとう。ひろえもんさんもバラありがとう。お祝いですって、ありがとう。お祝いやって700人ありがとうございます。皆さんありがとうございます、嬉しい。メンタルはね強いよ。ネガティブやけどメンタル強いと思うと、ネガティブやけどそれを支えられるぐらいのメンタルはある。いいのいいの、空気は吸うもんだから。確かに空気は確かに吸うものや。大事。そう、空気の読めんところあるっけ。そう、自分でもあって数秒後に思う。ほなけなんかな、マジで一番やばいんが、たまに怒られとってもなんか自分が怒られるよっていう場をなんか察せれん時がある。多分これがやばい、ほんまに。なんて言ったらいいんだろうな、なんか怒られるように気づくんが3秒ぐらい遅いんですよ、多分みんなより。だけちょっとね、自分が汗ってなる。あ、やばい、これ怒られるんじゃ今と思って、あ、すいませんとか言ってちょっと遅い時がある。メンタル強いの最強、配信で泣いている子を見るのは辛い
のでねって、メンタルは強い方だと思う。配信で泣いている子、配信で泣いたことないな、まだ3回してるけど泣いたことないな。まあ分かってからも泣くんかな、分からんけど。でもみんなメンタル強いとか言おうけど、メンタル強いからって言って戦わないでねみんな優しくしてな。立ちはだかる壁はどう乗り越えるか、楽しんで成長するチャンス。そうよ、ほんまに。いやでも周りの人が、周りの、じゃこれはな、でもめっちゃ思うけど、周りの人よ、大事なのは周りの人だと思う。周りの人がいい人だったら乗り越えれるよって思ってますうん、思ってる。こっちは今まで周りの人がすっごく良かったので、ほんまにこれ マジで毎回言ってるんやけど、マジでほんまに友達運だけはな、もう友達運って、友達運、環境運、環境、周りの人の環境運がすっごくいいの、めっちゃ思う。もう自慢よこれ、本当に。ほなけん、今までなんか何かがあってもそばにおってくれる人がおったけん、そう、今まではね全部いけてきたよ。こっちほんまにな、友達運いいよ。それはありますね、あるよね。広島こうパセリさん、やっほー来てくれたんだね。前回はこちらを泣かしたの覚えてますって。いや、みんなの顔見えんから泣いてるかわからんねんなメンバーになったらショールームでいろんな人が来るからねって。そうね、でも多分その分みんなが支えてくれるけん支えてくれるって思っとる頼りにします。確かに、でもいろんな人がおるんとかはしゃあないと思うし、みんな一緒の人とはな思ってないよ、自分もしし、全員から好かれるとかも思ってないけん。ギックって、ギックって何のギックそうだけん、まあ、いろんな人がおるけん、まあなんか、まあ、いろんな人がおるけん、そう、いろんな人がおるけん、まあ、自分を好んでくれる人やっておるだろうし、まあ、よく思わん人もおるだろうし、まあでもそれはしょうがないよね、誰でもそうだと思うしって思うだけ、なんか全然なんかそういいよ。人気が出れば何々も増えるからねそう、ほんまになんかそうね、だけん、うん、そうそうよ、ほんまにそう、増えていく嵐、そう、ほんまにな。それぐらい自分が人気になったってことやな。だっけ、なんかメンタルが壊れるとかいうことはないと思う。分からんけど、分からんよ。したことないけん分からんけど、なんとも言えんな。ああ、鼻がやばいぜ。鼻がやばいぜ。ねえ、鼻声マジで辛い。18歳から聞くセリフではないけど、お星さんなら納得。おおほほほほほ。ありがとう。なんかそんな、でも全然大人じゃないんで。大人じゃないよ。まあ、これ今一人で喋ったけんな。喋ようけんさ、冷静で俺とうけど、マジでどっちかというとうるさいタイプやけん、ギャーギャー言うてるよ。パパトミーさんこんばんは。パパトミーさん、やっほー、久しぶり。人気が出たらコメントも読みも大変になるよって。前読みもなできなくなるけん。確かし、あ、納得が納豆にお星さんなら納豆。確かに自分も今気づいた自分も今気づいた。納得って読んでたわ、ちゃんと。全読み？うん、全部読むってことか。コメントは読みたいけどな、なるべく。
書いてくれてるし、できん時は確かにな、メンバーさんだったら確かにもうバンってくるだろうし、できんだろうな。このさ初訪問とかもあるけんさ、結構さこっち側から見たら結構バンって来てたりするんよたまに。だけん確かに難しいかもしれんな。なんか読む人が決めたらいいんじゃない、今日は読むよとか言って、フォロワーさんが1万人になったら何飲んでるの、水です、毎日水だよ、エブリデイウォーター。こうやってコメント読んでくれるの今の時代やろうねって。いやーそうね、まあちなみにみんなあと3日やからな配信自体あと3日やからな。ただのりジョニーさんこんばんは、ヤッホー。うん、もうそう、ゆきりんのショールームで読まれたら大歓喜する。おお確かにもうレジェンドやもん、ゆきりんさんとか。おいちゃんってすーくんヤッホーヤッホー来てくれたんありがとう。でもあと10分で終わるんやけど一旦え、ちゃうわ45分まで、あちゃうで、あと25分あるわ、お話ししましょう。あと25分あります。あと25分までします。ちょっとね、はい。お星ちゃんが見ている画面には自分の姿は映っているのですか？お星ちゃんが見てる、うん、映ってるよ映ってる、ここに映ってます。ひなぴよとあゆみちゃんのコメントは滝のようだから、この二人のコメ読まれるの大変。ほうなん、体調は大丈夫、大丈夫。みっかって言わないで考えないようにしてるのにって、ごめんごめんごめん。あとそう、まあうん、明日もね19時半からですね、ごめんなさい、あんまりできないの。川里徹さんこんばんは。サイアンの配信のコメントも早いからなかなか読まれないの確かしね、サイアンさん人気やからね。おくにくにさんやっほー、昨日ぶり、今日もね来てくれたんですね、ありがとう。風邪ひくなよ、頑張りなよって、上田スポーツさんありがとうございますそう、風邪アレルギーになっちゃって、花粉症で鼻がねもう終わってて、喉も鼻声最終日カラオケできればいいなって思うんやけど、当たり前の質問でしたえ、あ画面ね多分みんなとね同じように見えてると思う。なんか初訪問とかがいっぱい来るぐらいかなみんなと違う。なんかこっちはさ、なんかまあじゃあみんなはなんか見えとるじゃないですか、お星ちゃんが見えとるけん。こう話しよう感じになっとうけどさ、もうこっちからしたらさ一人でずっと喋るわけ、ほんまになんかショールームはやっぱり寂しいね。やっぱりみんなと直接会ってさ喋らな寂しいわ。坂道からめっちゃ STU に流れてくるけコメント読まれんのよって。なるほどね、確かに大変。あと3日全力で応援するから悔いのなからないように走り抜けてねって頑張ります、ありがとう。クリントンさん今回は合格するから寂しない、あもう確信持っとる、スー君さん未来見えてるんかな、いいね嬉しい。だからおじちゃんのルームは楽しいのよって、あコメントがいっぱい読める件ってことか、もちろん全部読みますよ。もう多分ちょっと見逃してたらごめんなさい。大石ちゃんの疑いはいい意味でし心の芯に響く、え嬉しい、めっちゃ嬉しい。でも全然もうへったっぴな歌なので本当に
もっと上手になれるように頑張ります。かすみそうさん、お腹すいてね、こんばんは。かすみそうさん、はじめまして、おうしちゃんです、お願いします。自己紹介しとこう。皆さんこんばんは、 STU48 第3期生オーディションエントリーナンバー69番のおうしちゃんです、お願いします。はい、徳島県出身、高校3年生18歳です。絶対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  STU に合格したいって気持ちは誰よりもあるって言い切れます絶対に STU になれるように頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。イエーイ、やっぽもう鼻声なんだって。ちょ、電気つけ、電気がつけれない。マイキューさんのコメントも早いから読めないよ。いや、ほりゃもやっぱりメンバーさんたちのさコメントは読まれないよ、なかなか。多分な、もうやばい尋常のスピードで多分流れてると思う、コメント欄。アワットレスフォローもお願いしますって、お願いします。皆さんどうかぜひぜひ、ツイッターも見に行ってるので、暇な方は顔がタイプなので合格してください。あ、嬉しい、ありがとう。顔タイプって言われる、よくよく言われる。どうする、本でも実物ブスだったらもうごめんよ、ほんまに。暗いのでちょっと電気つけます。ふん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 、ナポテトチップス、なんかここさ赤いやつなんかできたよな、ニキビかなんか、最悪これ。ニキビできちゃって、ここに赤いんできた。顔タイプですって。一期生の69番は誰だったか知っていますか。え、知らん、誰ですか。これで実物何々ってことないやろ。え、あるよ。いや、どうする。え、ほんまにこっち実物で見たらマジで太いですよ多分。だって周りの人が細いんやもん。石田みなみさん、あ、あ、言ってたわ、ほれ、なんか誰かが言ってた。わあ、受かりますように。受かりますように。画面越しでタモスター性を感じる、ほんまに嬉しい。 いや、そう言ってくれるのは嬉しいよ、本当に。そんな自分にスター性とかマッチして感じんけど感じん。もうだってそこら辺でマジでな、徳島県でチャリこいでるけんな、全然。移動手段チャリやけ、その時は化粧の力でなんとかなる。え化粧多分こっち塗りすぎたら似合わんのよな。写真見てショールーム見たらびっくりする、写真より可愛いから。いや、あれな、あれちょっとなんかな、あれだよな多分光当たりすぎてなんかな、なんか分からんけど。こっち静止画苦手なんですよね。動いてる方がいいんよ多分、ほなけんだと思う。静止画とあれの違いだと思う、動いてるか動いてないかの違いな気がします、多分ね。猫耳配信は画角に入るように調整お願いね、任せて。おいちゃんですかって声かけられまくりでは、うん、何で審査で、どういうこと、どういうこと。街中でチャリでチャリで、いや恥ずかしいよな、チャリで根拠見られる、チャリで根拠見られる、恥ずかしいけん早く車欲しいんやけど。なんか徳島はほんまに車なかったら終わりですよね大学とかも行けんしな。だいたいみんな徳島県の人は高校3年生になったらメイク取りに行ってる。
メイクのプロはすごいからね、もちろんメイクしなくても可愛いよって。ありがとう。でもなんかプロのメイクさんにしてもらうとかめっちゃ楽しみ。免許の写真はなんで変に写るんやろか。まだ撮ったことないけん分からんけどさ、何やっけ、卒業アルバムとかあれ撮るけどさ、マジでもうなんか嫌よな。なんであんな変になるんだろうな。みんな変じゃよな。みんな変とか言ったらあかんけど、いやほら綺麗な人も綺麗な人は綺麗やけど、なんかな納得いかんよな。冬物さんこんばんは、やっほー。徳島以外で暮らしていった場所はありますか？ないですね。徳島育ちの徳島生まれ、徳島生まれの徳島育ちです。もうずっと徳島、徳島で18年間生活してます。こんばんは、チームさんこんばんは、ありがとうございます、来てくださって。永遠に徳島で生活してます。トゥルトゥルトゥトゥルポテトチップス。遊んでみた。なんかこれなんかピヨーンってなってるんやけど、なんでこれ、元気すぎんこれ。さっきからずっと思ってたけど、前髪切ろうかな。スクショいただきましたって。スクショしてください。徳島生まれの大阪育ちですって。あら、大阪に行っちゃった。独眼竜グルメさんピースってありがとう。徳島でおすすめの観光地はかずら橋かな。自分が行きたいところないけど、かずら橋行きたい。ああ、戸塚国際美術館行きたいです。おこんにちは、皆さんありがとうございます。初見の方がいっぱい来てくれた、ありがとうございます。 STU48 第3期生オーディション69番のお星ちゃんです、お願いします。ありがとうございます、来てくれていっぱい。広島にはどんなイメージ持ってる？広島は食べ物美味しくて人が良かった、めちゃくちゃ、ほんまにそのイメージ、ガチそのイメージ。いい人ばっかりだったよ。こんななんかいい人おるんじゃと思うぐらい。クリントンさんありがとうって、イエーイピース。キャロットさんピース、フォローお願いしますって、みんなフォローお願いします。こんばんは、カワウソ大佐さんヤッホー。おギグヤさんこんばんは、ヤッホー。広島食べ物美味しかったな、マジで。揚げもみじとかめっちゃ好きだったというか、もう美味しすぎて2個頼んじゃった。先日イナトニが美味しいと言ったものですが、それ以外で美味しい徳島ラーメンはどこでしょうか。自分がおすすめするんは徳島ラーメンだったらやっぱり麺王が一番行くかな。でも東大とかも多いですよ。徳島ラーメン以外だったらタイラーメン、大正ラーメンか、サンパ美味しい。鳥塩道の浦っていうラーメン屋さんあるんですけど、ほんまにおすすめ、マッチでおすすめ。あっこの釜飯と餃子は食べた方がいいと思う、マジで。ラーメンじゃないんやけど、ラーメン以外も美味しい。あと一人フォロワーさん700人、あれもしかして減っちゃった。路面電車は乗った。広島の女性は気が強いと聞いたことがある。友達の奥さんが広島出身で言ってた。そうなん、出た麺を宣伝大使。麺を大使になるけ。広島でかき氷食べた、美味しかったよ、めっちゃ。こんばんは、声少しかすれてるねって、そうなんよ、鼻声です。何々じゃけって言ってる印象。何々じゃけ、あれなんとかじゃけみたいな。広島じゃけかきとか有名よみたいな。音を使い方、麺王東大ですね。8月ぐらいに徳島行けるかもしれないので覚えておきます。ぜひ。19時31分ありがとう。お風呂出てきた、髪乾かし、何々大、
タレッ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 タ。いやでもほんまに広島はねいいとこだったよマジで。ほんまに徳島もジャケジャケ言うの、ジャケジャケ言わないわ。徳島は城かな、なんとか城みたいな、えこれはオードリー城みたいな。これラーメン城。なんかこんな感じで使う。あとは何やねや、けん言ってる。いやこれなんとかやけんみたいな。いやこれクッキーやけんみたいな感じかな。そう徳島はやけんですね。お長所寺社龍さんこんばんは。いやなんとかやけんっていう。広島に行ったらカープファンになるかな。うわーこっちなー野球わからんのよなあんまり。いやわかるんやけどわからんのよ。カープファンにはねなるかな。20時からの配信で200万ポイントを超えると思うのでケーキ漬けにギフト投げますって。ありがとう嬉しい予告って。嬉しいありがとう。ケーキ漬けにありがとう。すごい4位までだんだん差が縮まってきました。皆さん星投げしてくださってる方も本当にありがとうございます。20時からはね猫耳するので待っててください。お、カネッチさんこんばんは。こんばんは、ありがとう来てくれて。はじめまして、ありがとうございます。あとねみんな10分ぐらいかなって終わっちゃうんやけど、一旦終わって15分したら8時からまた配信します。何々やけんは長崎でも使ってる感じですって。なんとかやけん、そうだな、福、ん？とか九州も言うかな。マツダスタジアムのコンコースは天国ですよ。コンコースヘアアレンジはするの？え、猫耳します。猫耳するよ。足子の信号を左折して言うのね、調べたら。え？何それ。独眼竜グルメさんありがとう。クマ、おおタコもありがとう。クマ、推薦コメント書いてみてよ。ありがとう冬物さん、書いとくね。またぐるっと球場全体を回れます。ありがとうございます。徳島弁、あー弁やけど、あー弁ですね。え？徳島弁って言った？あー弁。猫耳プラスヘアアレンジするのって意味でしたよ。ヘアアレンジはしないかな。今巻いてるので。しないかも。明日だ。明日。お、ゆうきはんさんピース。ありがとう。ゆうきはんさん、はじめましてですね。やっほーって、やっほー。ありがとう。ボブが似合いそう。ほんまに。なんか短くしたらなんか幼くない？こんな感じになる。阿波踊りするのって、それなんか毎日聞いてきよる、もしかして。阿波踊りできるよ。いぶきさんこんばんは。いぶきさんこんばんは、ありがとうございます、見に来てくれて。髪切ったよ配信してみようか。来てないけど。ピースって、コカーズさんピース、ありがとうございます。AJ
AJ さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。あとね、ちょっとでコメント読みます。コメントじゃないわ、ランキング読みます。お、やまびこ8号さん、ありがとうございます。バラありがとう。お、ウィンディーボーイさん、ありがとうございます。ウィンディーボーイさん、ありがとうございます。クマかわいい、このクマこのクマかわいいよね。やばい、なんか多分コメント見れんようになっちゃったかも。こんばんは、ピースって。おー、ひろやまさんも一応ありがとうございます。このクマ好きです。好き？かわいいよな、このクマ。なんか熱い ありがとうございます。皆さんこんにちは。 STU48 第3期生オーディションのエントリーナンバー1069番、おばしちゃんです。ん、青さん、お腹すいたって。青さん、こんにちは。青さん、はじめましてですね。中井理香さんの配信が始まりました。行くとは言ってない。待って、あと5分で終わるけんわあ、すごい、六眼竜グルメさん、うわ、すごい、いっぱい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、熊と虹と熊すごいすごいすごい。え、いや、え、え、もうほんなほんなもありがとうございます。え、ありがとうございます。また初見されて増えてる、すごい。独眼竜グルメさん、ありがとうございます。すごいすごい、ありがとうございます。え、もうほんまに、そんな、いいよいいよ、もうほんまに、もう本当にありがとうございます。ありがとう。このイベント何々フォローお願いしますって。このイベント何々ば用費にかかわらずしばらく音信不通になるよねって。そうね、もうどっちみちね、なっちゃうけん、あと3日で今ので200万ポイント超えました。おー、マジで、すごい、ありがとう、ありがとうございます。独眼竜グルメさん、本当に。おくにくにさんもありがとう。いちご、いちご大好きなんです。桃いちご。お腹すいた。ヨッシーさん、はじめまして。ヨッシーさん、ありがとう、来てくれてごめん、なんでお星ちゃんなの。お星ちゃんになりたいからお星様になりたいから。それではお祝いに、ありがとう、バラありがとうございます。そろそろ男女やな、変わったら。そうですね、変わったら読みます。ヤマピーさん、お腹すいたねって。ヤマピーさん、はじめまして。男女みよみよ。お、男女変わったんで、じゃあそろそろ読みたいと思います。ありがとうございます、本当に皆さん。じゃあ13位から発表します。13位すーくん、ありがとうございます。12位まさしさん、ありがとうございます。11位やまびこ8号さん、ありがとうございます。10位キャロットさん、ありがとうございます。9位中健さん、ありがとうございます。8位まゆひなさん、ありがとうございます。7位スノーさん、ありがとうございます。6位 TM さん、ありがとうございます。うん5位にぎゅうさん、ありがとうございます。4位ひろえもんさん、ありがとうございます。3位くにくにさん、ありがとうございます。2位ウィンディーボーイさん、ありがとうございます。1位独眼竜グルメさんです、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。 Thank you ってパチパチパチ。大変ありがとうねって。こちらこそありがとう。皆さんもじゃあお願いします、お願いします。ありがとうって、ありがとう。配信お疲れ様。皆さんよろしければ、またこちらツイッターね、あと3日なんですけど瀬戸内にお星様と ST48 第3期生オーディションでツイッター拡散待ってます。全部これ見に行ってるので、よろしければぜひ書いてみてください。はい、また後でねって。現在すごい1、10、100、1000、万、200、1万、すごい、すごすぎる。いや、もうほんまに皆さんのおかげです。201番ってやばくない？え、ガチ？皆さん本当にありがとうございます。え、すごい、独眼竜グルメさん初めてですよ。独眼
ごめん、なんか溜まっちゃうわ。駅に匂いが見えてきた。すごいね、ほんまに。ほんまに皆さんありがとう。よいしょ。あら、ん？キャップどこ行っちゃった。あ、ついてた。多分今日の配信見るの終わりました。明日見に来るの、見に来るわ。残りの配信も頑張るよって、ありがとう。人生を変えようとしているお星ちゃんの応援をすることができて幸せですって、ありがとうございます。ありがとう。4位と言わずに3位を目指そう。ほんまにそうよ、頑張ります。フラペチーノさん、お腹すいたねって、ありがとう、本当に来てくれて。1位独眼リグルムさん、ありがとうございます。ありがとうございました。独眼リグルムさん、本当にたくさん雲とか虹とか、もう本当にありがとうございます。お、ひろやもさん、ハートありがとう。ありがとう。ありがとうございます。次はね、猫耳配信をまたするので、よろしければ皆さん見に来てください。するよ。お、ひろやもさん、ありがとうございます。いっぱいありがとう。ではソロぼっち終わろうかなと思います。皆さんまた15分後に会いましょう。バイバーイ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあねー、また後でお会いしましょう。また後で。雲とか虹とかの勉強しときますって。雲とか虹とか、ありがとうございます。バイバイ、ありがとうね。ありがとう、また後でね。ありがとうございました。じゃあねー、また15分後。